今日はバスで TOC に向かいます。とこっちだな。ありがとうございました。どこかいな。ないぞ。間違えた。こっちだ。いつもはあの赤いバスに乗って来てたんですが、今日は初めてバスで来ました。てなわけで、この歩道橋を登りまして、どうだねえ、ここわけわかんないでしょ。絶対来れないと思ってたんだよね。てなわけで、レッツラゴー。ナチュラルローソンにエクセシオールカフェの入り口どこだ。こっち、あ、こっちか。いつもはこの1階にしか用事がないので、ここを下降りちゃうんだけど、今日は寄り道していきましょう。やったー。右に向くとさっきのカフェね。で、左を向くとユニクロね。で、真ん中をまっすぐ行くと、おお、きらびやかな、私にふさわしい世界が、私にふさわしい世界が。で、ん？どこに何があんだ？どこ行きゃいいの？わからん。わからん。とりあえず上13階に行けんのかな。13階着いたよ。なんにもないね。屋上へお越しのお客様はこのエレベーター、これ、おお、行きますよ。上、お、開いた。下どういうこと。わかんないよ。屋上行けない。消えてんじゃん。もう、どういうこと？来ない。あれ？また消えてんじゃん。もう、諦めないよ。よし、やっと来た。おっと、危ない。このピーチっていうのでいいのかな。あ、上向かってピーチだから、ここで OK かな。おー、屋上着きましたよ。どうでしょうか。はい、ゴルフ場ね。そして干からびた花壇。ゴルフ場の入り口は出た、クラブハウス。私はまだ登録できてないんだよね。いじめかとか言ってたら天罰下っちゃった。というわけで、ここまでやっと来たけど、なーにもなーい。残念。と思ったら、なんでしょうか、あれは。
神社じゃね。何？氷川神社？ほとんど読めないけどね。じゃあ、なんもないから寄ってきましょう。お邪魔します。はい。どうも、毎度お邪魔しております。はい、気が済みました。じゃないですか。これはあれだ。じゃじゃーん。そうです。あの富士山です。今日も見れた。やったね。いやー、氷川神社のおかげですな。ありがとよって思ったら、おや、またさらに東京名物じゃじゃーん、東京タワー。うん、梅干しの壺？何？備蓄？なんだか見どころ満載でしたな。やったー。うわー、飛行機もこんなに大きく見えんだね。やっべー、穴場スポット発見しちゃったな。やったね。ま、喫煙所なので屋上だけど、タバコの匂いはご容赦くださいませ。いやー、遊び倒したな。すっかり体が冷えたぞ。健康サポート商品の隣にタバコ。加熱式タバコの方が有害なのかな。おしるこはございません。ウィーン。しゃあない。当初の目的の地下1階に行きましょう。はい。これで行けるのかな。着いた？あ、まだここはさっきの1階だ。もう下向かってるね。駐車場とかだったらどうする？おお、駐車場ではなかった。フロアマップ。おう、ここはいつも来てるところでございますな。ちょっと泣かせた。白クマカレー気になるな。ではフニータの内臓を買いに行ってくるね。待っててね。バイバイ。